はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。さてと、まだ街の中をうろうろしないといけないんでしたよね、確かね。本日のメニューはどうしようかな。まあ何やっても OK ですね。できるだけ進めましょう。マップ見て近いところから行こうかな。長いな、いきなりムービー？ロードが長いですね。違った、単に長かっただけでした。クエスト、じゃあまずここへ行きますか。できればな、なんだっけ、行こうか。釣り竿が欲しいんですけどね。釣りをやりたいんだけどな。さて、鉄の船じゃないかな、作るとしたら。もうフィリスか。気のせいだったらごめんなさい。ロジーさん、何か悩んでませんか？顔に出てたか。顔に出てたか。商売人として失格だな。前に物流が滞ってるって話をしただろ。そのせいで火事の材料にする地金が手に入らないんだ。地金か。自分で精錬しようにも鉱石を取りに行く時間がなくてな。ふむふむ。だったら私が作ってきましょうか。作ってくる。フィリスが？どういうことだ。フィリスちゃん、こう見えても錬金術師なんですよ。そうだったのか。それならもっと早く相談すればよかったな。昔知り合いの錬金術師にいろいろと世話になってな。錬金術師の凄さは知っている。この町にだって錬金術師はいるのにね。フィリスも錬金術師だって言うなら遠慮なく頼ませてもらおうかな。はい、任せてください。なるべくいいもの使ってきますね。ああ、任せたぞ。オッケー、その場で納品できんじゃないか。そんなことないですかね。クエスト、困ってるロジーさんかな。インゴット、インゴット持ってるかな。あ、持ってました。まあ53でいいよね。100である必要はないでしょ。どれも一緒だな。ああ、よし、これでいいかな。おお、作ってきてくれたのか。どれどれ、うん、いい出来だ。よかった、いい出来って言われた。相変わらず錬金術ってのはすごいもんだな。これなら火事の材料としても問題ないはずだ。ありがとう、助かったよ。いいえ、力になれたならよかったです。よし、材料の心配もいらなくなったことだし、仕事の続きをするとしよう。で、お船の話は？もしよかったら2人も見ていくか。あ、はい、ぜひお願いします。そうか、それなら。と、こんなもんだな。鎧があっという間に。ロジーさん、すごいです。もらえんのかな。いや、まだまだ修行中のみさ。よければ触ってみるか。触るだけですか。うお、硬い。鎧は衝撃を受け止めるものだから、
特に頑丈に作ってあるんだ。金属の板を何枚か重ねてあるし、ちょっとやそっとじゃびくともしないはずだぞ。これはやっぱりあれですね、竜巻に影響するんじゃないですか。へえ、鎧ってすごいんですね。ん？衝撃を受け止める、びくともしない。フィリスちゃん、あんまりお仕事の邪魔しちゃ悪いし、そろそろ失礼しましょう。あ、うん、そうだね。ロジーさん、ありがとうございました。うん、なんかのヒントになったみたいですよね。こっちこそ助かった。それじゃな。まあ、鉄の船を作るかどうかともかく。鎧、何か思いつきそうなんだけど、また後で考えてみよっと。よし、OK ですね。じゃあ次、次は、あ、思いついたアイディアだって。アトリエに帰って考える。カイさんか。うん、一回外出ましょう。で、マップでクエスト、メイちゃんのお店を目指すふりをしつつ、カイさんに会いに行こう。とか、この辺にいるんでしょ。あ、ムービーになった。あー、もうダメダメだな。何がいけないんだろう。その差をください。メアちゃん、釣りしてるの？あ、うん、まさにしてたとこ。でも今日は全然ダメ。釣りって魚が釣れないと楽しくないよね。いつでも大量になるようなすっごい方法あればいいのに。いつでも大量か、なかなか難しいわね。そうだね。餌を工夫してみるとか、美味しそうな餌を作ったら食いつきが良くなるかも。そのぐらいはやってんじゃないかな。餌か。あ、やってなかった。悪くないかも。じゃあさ、こういうのはどう？せっかくだし、錬金術ですっごい餌を作ってみるの。そんなことできるかな。それも魚がパクパク食いついちゃいそうなくらい、とっても美味しそうなやつをね。ちょっと面白そう。やってみんだ。できるかどうかわからないけど、やってみようか。じゃあ、できたら持ってきてね。それまでメアは釣れないなりに頑張ってみるから。あ、ひらめいた。ひらめいた。何がだ。おいしそうな釣り餌発生。これか。練り枝って。で、あのお兄さんいないのか。あれ、いないの？というか、このお店はなんだ。ここ入ったことないんじゃないかな。ああ、見聞員ね。うん、だいぶ端まで来ましたね。こっちまで来たことなかったんじゃないかな。いらっしゃいませ。そんなことないか。名前知ってるような気がするぞ。羊毛か。羊毛をとりあえず持っとこうかな。2つぐらい。これでいい。ありがとう。またあれ、あの人どこにいんだろう。ひろいった。うわ、分厚い雲だね。お日様見えないよ。あ、壺がある。これは、ちょっと喉が渇いてきたけど、新しい道具、思いついた。
なんか思いついた、えー。夜になっちゃったよ。メアちゃんのお兄さんはどこにいるんだ？お店の方にいるんですかね。ええ。反対側に渡ってみよう。あそこの真ん中の橋しかないみたいなんでね。あそこ行きましょう。そういえば街の中ってあれですね、 LP 消費しないのかな、減らないですね。なんだこれ、壊せるんだ。そう、はい、紙だよ。いやね、似顔絵描いてあげよっか。うん、お茶でもなんだ、ナンパじゃないか。お兄さん、あ、昼間になったからいるかな。この子もナンパか。違った。たる。たるでした。さて、どうしたらいいんだ。タル、タルはタルしか言わないですね。あ、ここは行き止まりじゃないか。タル、よし、鉱石見つけた。鉱石拾いはお手の物だよ。結構な迷路ですよね。ここは何屋さんだっけ。あ、レンのアトリエ。これレンでしょ。レンさんじゃなくて民家。布。ええ、あるよ。これでいいかな。まあ、モフコットっていう種類の布。ええ、モフコットは持ってない。材料、木か金属か、はたまた粘土か。ほほほほほ、一個みたいだね。とりあえず木でいいかな。これでいいかな。へえ、一点だ。うん、よし。果物ナイフじゃ、この道具か。よし、クエストもらえた。さてと、それ。メアちゃんのお店に行きたいと思ってるんですけど、どうやったんでしょう。メアちゃんのお店はどこだ。迷っちゃったよ。あれ、みやちゃんのお店ない。ちょっと待ってよ。この辺の地図、これ夜だからかな。クエストがなくなってないか。カイさんに会いに行ってどこへ行けばいいんだろう。船歌通り、船歌通りってどこだろうな。あとここは船歌通りの船着き場。
船歌通りってどこですかね。船歌通りってあの下の一番上だと思うんだけどな。違うかな。迷ってるわ。間違えた。そう、お魚さんに、ソイさんに、水の生き物は美味しいよね。迷ってしまった。そう、迷ってます迷ってます。船歌通りってどこですか。夜だからクエストが出てこないのかな。ここはここじゃないか。ミアのお店。夜だからだ。夜だからだ。昼間になんないかな。なった。遊びに行くのでお休みします。お休み。行ったらいいんだろう。迷ってるな。こっちから行けるかな。それ、あれかな。いや、黄色いっと。ダメだ、迷ってますね完全に。ここか、ここだな。あった、戻れました。戻れた。多分この先の左だと思うんですよ。あの船着き通りとかなんとかって。それ、そこに昼間に行けばいいんじゃないかなと思うんですけどね。今夜だから。昼間になるのを待ってます。違うかな。船着き場ってこの辺だと思うんですよね。船が着きそうじゃないですか。おそらくここ行き過ぎちゃうと違うんじゃないかな。新しいエリアに行っちゃうような気がするんですよね。ここ行くと船歌通り。こっちだったか。はあ、やっぱり無茶なんてするもんじゃないな。フィリスちゃんたちか。驚いたぜ。カイさん、なんだかお忙しそうですね。まあな、船乗りはいろいろ大変なんだよ。竜巻のせいですか。お、な、どうして知ってる。一体どこで聞いたんだ。それは秘密です。まあバレてるなら仕方ない。フィリスちゃんの言う通りだ。俺もこのままじゃいけないと思っててな。なんとか竜巻を越えられないか試してみたんだが。試したんだ。
船が痛むだけでろくな成果が得られなかったんだ。こいつらには申し訳ないことしちまったぜ。修理してやろうにも物流が滞ってるせいで木材が足りなくてな。本当に頭が痛えよ。あの、それなら私が取ってきましょうか、木材。え？いいのか？そうしてもらえると助かるが。はい、任せてください。いくつか見繕ってきますから。そうか、悪いがよろしく頼むぜ。とりあえず木材を持ってましたよね。ふん、腕が鳴るな。どんな魔物も切り伏せてやる。あ、入ったよ。低い寝室でもいいのかい？いくつ？え、10個必要なのこれ。1個足んないじゃん。はあ、足んなかった。10個必要とはな。あれ、竜巻を見に来るってすごいじゃん。ありゃすごいな、確かに。あれ、いけないの？ここか？ここかな？じゃあムービーになった。これはすごいですね。ここからでも見えるってことは相当大きいってことだよね。ええ、あれだけの規模なら運行便を取りやめているのも納得だわ。おお、お外って楽しいだけじゃないんだね。さて、釣りをやりたいとこだけど釣りができないし、木材1個足んなかったか。広いっ、さっきあげちゃわなきゃよかったですね。失敗したな。誰か売ってるかな、木材。お、もう持てない、残念。これか、宝箱。お宝？あ、でも、もう持てない。ちょちょうお。綺麗な貝殻。ダメだ、やめとこ、後にしよう。あ、後ってこれ何？損しちゃった、もしかして。持てないからな、言ってもしょうがないね。とりあえずこれダメだ、一回戻らないとダメですね。意外と広い船着き場。ちょっと待って。あれ、ここでいいのかな。あ、この人持ってない木。おう。何も売ってくんなかった。あれ、ここでいいの？なんか元に戻れなくなっちゃった。道が違うっぽいな。ああ、いいのか、ここで。そっか、ムービーであっちまで飛んだんですね。そういうことか。じゃあ、ちょっと焚き火で戻りましょう。
いでよアトリエ。お、ムービーですね。何か考え事？今日のご飯ならフィリスちゃんの好きなウサギか。こんだけ悩んでたわけじゃないよ。ちょっと鎧について考えてたの。鎧？フィリスちゃんがつけるつもり？ううん、つけるのはお船。前にロジーさんが鎧は衝撃を受け止めるためのものって言ってたでしょ。ならお船に鎧をつければ竜巻を通っても船体が持つようにならないかなって。なるほど、船に鎧か。考えたわね。そうかな。でも本当にできるかが分からなくて。じゃあ専門家に聞いてみたらいいんじゃない。一人であれこれ悩むよりきっと早いし確実よ。専門家ってロジーさんだよね。わかった、ちょっと相談してみる。なるほど、鉄の船じゃなくて船に鎧をつけるっていう話でしたね。作れるようになったよ。よし、ということで今回はこの辺で終わりにしようかな。結構いろいろクエスト増えましたよね、かなり。まあ一つ一つちょっとやっていきたいなと。でどっかで木材を調達しないと進まなそうですね。さっき使っちゃったのが惜しかったな。はい、ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。